はい、ということで、早々と第3弾をアップしたいと思います。ということで、ゴールデンウィーク今日も見てくれてありがとう。ということで、英語の発音が半年で素晴らしく良くなる秘訣第3弾なんですけれども、今日は一応前回前々回とやったリエゾンリダクションについて、最後、前のシーンが消えないまでも、別の音に変わるという、話をしたいと思います。で、どういう時に起きているか、例えばですけど、T の音が、日本語のラリルレロに近くなるみたいな話しましたね。Waiter、ブリティッシュアクセントだと Waiter ですけど、アメリカンアクセントだと Waiter、水 Water が Water に変わる、あれも一つの、弱化と捉えてもいいのかなとは思います。要は T の音っていうのは T ってかなり、アスピレーションが強くないとできない、なんですけど、それが弱くなることによって、T が L の発音に変わっていくというのが、これも触れた話なんですけども、どこでしたっけね、あの皆さん、助動詞扱いをしている、have to なんですけど、なんで have to じゃないのかって考えたことありますでしょうか。単純に言って理由は言いにくいんですね。はい、 have と to、がくっついて have to っていうと、一個一個ちゃんと新発音しようとするとすごく言いにくいです。なので、V の V の口を作って、さっきの前やったあの止めるってやつですね。 Have Have で止めることによって V の音が F に変わって Have to Have to っていうふうに変わるという、V と F っていうのは、有声音無声音っていう言い方するんですけど、 V の発音が、濁ってて音がある有声音ってやつです。で、声帯を使って音を出してるわけですけど、そこから、声帯の、声帯を震わせるのを取ってしまって、空気を出す音だけに変える、無声音化するっていうのが、一応音声学的な、話です。で、これが結構起きるんですね。っていうのは、前回も言ったTone of Voiceの、これは V だからいいんですかね。あとどこだろうな、めちゃめちゃこんなに、起きてる現象ではないんですけど、ごめんなさい、完全に、そこのとこはハフトゥーの説明でいいかなと思ってたんですけど、そういうことがあると、で他にもパターンがあるかもしれないんですけど、またそれは出てきたら授業の時扱いたいと思うんですけど、V の音が F の音に変わるとか、っていうのが、弱化って言われるやつです。はい、ということで、超短いんですけど、3つ目の、弱化について、ちょっと触れました。で、とりあえず音の変化についてはここまで、やりました。次回は皆さんが苦手なあの音についてやりたいと思います。ありがとうございました。